ゴールとはメインベルトに位置する小惑星。1988年5月12日にキャロライン州メーカー、友人ジン州メーカーがカリフォルニア州のパロマウテン問題での観測で発見した。2019年1月に尾が確認された活動的小惑星である。ゴールとはホカエア族に属すると考えられており、ホカエアと同様の S 型小惑星とされる。 2019年1月5日、米、ハワイの全天観測プロジェクト、小惑星地球衝突最終警報システムの観測から、彗星の尾のようなものが伸びていることが確認され、前年の2018年12月にはすでに尾が生じていたことが判明した。さらに、ハワイのカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡等の追観測で、最初の尾に加えてより短い尾が観測された。長い尾は、 長さ80万キロメートル以上、幅は4 8 0 0トルほどで、短い尾は長さ約20万キロメートルと検討がつけられている。尾に含まれるゴミの観測から尾が生じた原因は他天体との衝突によるものではなく、ヨープ効果によるものであると考えられている。その後、ゴールとの尾は薄れていき、2020年8月現在では確認できなくなっている。 このことからも、水星ではなく、活動的小惑星であることがわかる。衝突クレーター生成過程研究の先駆者である、アメリカの惑星地質学者、ドナルド・ゴールトを記念して、1999年7月28日に命名された。ありがとうございます。